稲葉貞道は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、文後国薄気藩の初代藩主、天文15年、稲葉義道の次男として生まれる。はじめ、父と共に、美濃国際闘志に仕えていたが、a 六0年に、織田信長の侵攻軍の前に降伏した。その後は、父と共に、信長の命に従って、各地を転戦した。 天正七年に家督を譲られ、美の曽根城主となる。天正十年の四月五日に、品濃国井山城を守備している際に、貞道は、芋川近政の先導した一揆によって包囲され、窮地に陥るが、すぐに援軍が到着し、森長吉が長沼城方面で一揆勢を破ったために包囲が解け、事なきを得た。しかしこの不手際があってか、貞道は、 飯山城守備の任務を解かれ、信長の本人の置かれている諏訪へと召喚され、飯山城代には長吉家臣の林田目忠しが置かれた。本能寺の変では、京都にいたが、信長が殺されたことを知ると、急いで本国に逃走した。天正11年の静ヶ岳の戦いでは、橋場秀吉に組みしたが、当時の美野は、信長の三男織田信鷹の支配下にあったため、 九州の息子に歯向かう迷いがあった。そこで貞道は、長男、天通に家督を譲っている。同年、秀吉に従い伊勢国宝城を攻撃したが、この岐路に土民の一騎に襲われて、壊滅の危機に瀕した。自ら伝軍を務めて三度にわたり、一騎勢を追い散らし、一騎勢をどかした。天正十五年の九州征伐に天通りと共に出陣した。 天通が秀吉の機嫌を損ねて、湿気を命じられたため、再び家徳の座に就いた。この年の冬に、十五位した、自重に助任する。天正十六年には、九条八万条に移り、九条八万条の大改修を行った。同年四月十四日、御用勢天皇の樹落台への行行の時は、愚部に列した。この年に、橋場の苗字と、豊臣政を歌手された。 天正18年3月の小田原征伐には1204の兵を率いて参陣し、小田信夫の指揮下で、二ラ山城を攻めている。文禄元年からの文禄の役においては、諸将と共に、朝鮮半島に都会して転戦した。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、当初は西軍に属して、終わり国犬山城を守備したが、後に東軍に寝返り、同じ東軍の遠藤義高。 金森荷重らが攻撃している、九条八万条の救援に向かう。その後は、長島城の守備に回り。本戦後は、加藤貞康と共に、西軍の長塚正家が守る水口、岡山城攻略で功を挙げたため、美濃国軍上、半四万国から、文後国海部軍、大野軍、大分軍の三軍内に領地を持つ五万六十国余りの薄木城主として、 初代薄気藩主となった、慶長8年9月3日、57歳で死去した。ありがとうございます。